はい、皆さんこんにちは、小川仁志です。今日はですね、お悩み言ってみたいと思います。でもお悩みといってもいつもと違ってですね、個人のお悩みじゃなくて企業さんのお悩みなんです。まあね、もちろんね、個人のお悩みでもあるというふうに思うんですけれども、それは安全ってどうしたら確保できるのかっていうことなんですね。まあ確かに安全って大事ですよね。まあ今だったらね、ワクチンの安全性ですとか、あるいはね、テクノロジーの時代ですから、新しいこうね、商品が出るたびに、ちゃんとね、安全性は大丈夫だろうかとか、あるいは食の安全とかね、よく安全ということが今言われますけれども、まあ直接ね、このお悩みいただいたのはある建設業者さんなんですけれども、そこでですね、頼まれてこう1時間ほど講演をしましてね、まあそのポイントをですね、5分ぐらいにギュッとまとめて今日お話したいと思います。またね、私哲学のビジネス研修をやってるんですけれども、まあ製造業者さんでは必ずね、安全についてこう考えたいという方いらっしゃいますよね。ぜひ参考にしていただければと思います。まずね、安全とは何かということを考えたいんですけれども、まあ一般的にはね、私たち、まあ思うのは、身にね、危険が及ばないことだと思うんですよ。まあもう少しね、専門的に言うと、例えば技術者倫理とか安全学っていう学問があるんですが、そういうところではですね、受け入れ不可能なリスクがないこととか、許容不可能なリスクがないことなんて表現されますね。技術者倫理っていうのは、こう技術者のための倫理っていうことなんですけれども、私もね、昔工業高等専門学校、まあ、高専っていうところで勤めてたんですが、その時なんかにね、7年ぐらいこう教えてましたね。でそこでもやっぱりね、技術者っていうのはこう安全をね、守るのが大事だっていうようなことが割と教科書に書いてありましたね。まあでもね、技術者だけじゃなくて、やっぱあらゆる人にとってね、安全っていうのは大事ですから、まあその意味でね、最近はこういろんな角度から安全について考えようということで、安全学なんていう学問もできてますね。まあそれでさっきのね、定義が出てくるわけですけれども、これまあ簡単に言うと、これ以上はもう無理っていうリスクがない状態のことなんですよね。まあリスクってゼロにはならないですから、多少は仕方ない。まあそれでもね、まあ安全と私たち呼んでるわけですけど、それ以上のね、もうちょっと受け入れられないっていう、そういうリスクがあると、もう安全ではなくなるっていうことなんですよね。そうするとこのリスクっていう言葉の意味がね、気になりますけれども、まあこれは事故の起きるね、確率とそのひどさの、まあ掛け合わせたものですね。その組み合わせでこうリスクっていうのが決まってくるということなんですね。まあそういう事故のね、起こる可能性について許せる範囲っていうのがね、安全ということになるんだと思います。まあそういう意味での安全をね、製造現場で守りましょう、あるいは消費者もね、製品を使うときにこう守りましょうというふうになってるんですけれども、なかなかそれが守れないから、これ問題なんですね。事故が起きてしまうわけですね。そこがまさにね、お悩みのポイントなんですけれども、はい、そこで哲学の出番です。そもそも安全とは何かということを、ここでね、ちょっとこう視点を変えてね、捉え直してみたいと思います。私もね、ちょっとね、こう10個ぐらいの視点からこう捉え直してみたんですが、こちらご覧ください。はい、これね、まあランダムに10個ぐらい全く違うものをこう上げて視点をこう変えてみるって私がよくやるやつなんですけれども、例えばね、これ韓国ドラマの視点から、まずこれ出ますよ。私ね、よく見てますから。韓国ドラマからするとね、こう安全っていうのは人気の要素と捉えるんじゃないですか。韓国ドラマはね、安全だから見るってなるんですよね。これ急にね、ホラーとかだともう心臓に悪かったりしますからね。ただね、韓国ドラマの内容自体はね、急にトラックでボーンって引かれたりしてね、あんまり安全じゃないんですけどね。神様からしたら、これ安全っていうのはもうね、人間の贈り物でしょう。あるいは怒りから見たらね、これはね、怒りが消滅する原因ですね。機械から見たら、機械はもうちゃんとやってんですよ。人間ちょっとヒューマンエラーやめてよとお願いしますっていうことでしょうね。これお願いですよ。民主主義から見たら、これはね、話し合いの結果だと思いますよ。ちゃんと話し合ってね、コンセンサス取れてればね、かなり安全って守れるんですよね。ワイン。これね、私の好きな赤ワインから。まあ赤ワインだけじゃないですけど、ワインから見たら。そうですね、安全っていうのはまあね、テイスティングとかして確かめますから、一つこれ醍醐味ですよね。お金から見たらね、安全っていうの守れたらね、これはもうお金いくらでも払いますから、投資先ですよ。テクノロジーから見たら、これはもうビジネスチャンスでしょう。コロナから見たら、これイタチごっこですね。
安全っていうのはね、こう安全が確保できたと思ったらまたコロナはね、変異株とかになっちゃってね。赤ちゃんから見たら赤ちゃんはもうね、安全なもんなんかないですよ。お母さんと一緒にいたってね、お母さんだってね、うとうとうとしちゃったりすることもあるし、24時間の監視がいりますね。これがもう赤ちゃんにとっての安全ですね。まあという感じでね、いろんな風に捉えられますけれども、これちょっとまとめていくとね、どうでしょうか。例えば、私はこれ24時間の監視とか機械の原因をなくすとか市民主義で話し合うコロナでこう完全に安全にする、これ全部理想ですよね。だけどその人次第でなんとかなるっていう部分ありますよね。今さっきのコロナもまあそうなんですね。人間もっと頑張ればいいわけですね。ワクチンとかもね。あとこう監視もできないことはない24時間、そして話し合いもね、頑張ればなんとかなるということで、人次第の部分は割とありますよ、これね。機械もお願いってさっき言ってましたけどね、人が頑張ればいいんです。同時にこれ非常に将来性があるものですよね。さっきのお金の投資先とか、あるいはテクノロジーにとってのビジネスチャンスというとそうですよね。まあ韓国ドラマにとってもね、まあ人気の要素っていうのはね、それが確立できたら安全はね、人気者になるわけですから。まあワインにとっての醍醐味っていうのもね、ある意味将来性に結びつけることができると思いますね。はい。ということで、今のをね、こう一つにまとめるとどうなるか。こちらご覧ください。安全とは理想だが、人次第で将来性のあるもの。で、それをさらにね、こう言語化するとどうなるか。ノーリスクのビジネスチャンス。ですよ。このノーリスクっていうところがね、まあ、ビジネスをする上でもこうリスクがないっていう意味なんですけど、それから危険がないっていう意味でのね、安全の反対の、まあ、リスクっていうのもこれかけてるわけですけど、私が言いたいのはね、これはもう消極的に守るだけの安全から、その価値とかお金を生み出すような、そういう安全への転換をね、図ったらどうかということですね。安全っていうのはもう本当にね、お金だけじゃないですよ。新しい価値を生み出すビジネスの種、ビジネスだと思えばですね、私たちもっと積極的に守るはずなんですよね。なんかこれはもう守らないといけないと思ってるとね、どうしても人間ってね、できない部分が出てきますからね。もう180度発想を変える。どうですか？これだったらちょっとやる気出てきません？はい、ということで今日はね、安全について哲学してみました。もうあらゆる人がね、関わるテーマですから、ぜひ参考にしてみてください。そしてまたこういうね、哲学でこう捉え方を180度変える方法、これもですね、ぜひ参考にしていただければと思います。それではあなたの人生に哲学を。